キット・ハリントンは、イギリスの俳優。ゲーム・オブ・スローンズのジョン・スノー役で知られる。ロンドンのハマースミスにて生まれる。母は、劇作家であり、父方の祖,祖父は、第12代ハリントン、順段シャクサー・リチャード・ハリントンで、数々の政治家を輩出している由緒正しい、順段シャクの家系である。彼のおじは、第14代ハリントン、順段シャクサー・ニコラス・ジョン・ハリントンである。キッドは、 父方の祖母ラベンダー、セシリア・デニーを通じて、チャールズ・ニ世紀の子孫でもある。また彼の父の家系には、初代メルビル尺ヘンリー・ドゥダス、ベーコン販売業者の T.A. デニー、聖職者のバプティスト・ライアスリー・ノエル、実業家で、政治家のピーター・ベイリー、貴族の第4代ダートマウス伯爵ウィリアム・レック及び、英国会院議員の第6代順男爵ウィリアム・モールスワースがいるなど、 キットの祖先には著名なイギリス人がいる。父方の先祖には死者や伯爵もいる。キットはサウスフィールド中学に1992年から1998年の間学んだ。その後1998年から2003年までチャンドトゥリーハイスクールに在学した。2011年彼は W ・ウースター・シックス・フォーム・カレッジに進学し、 そこで2003年から2005年までの間に、戯曲、演劇学を学んだ。2008年に、ロンドン大学のカレッジである、セントラルスクールオブ、スピーチドラマを卒業している。2008年から2009年まで、ウェストエンドの舞台、ウォーホース戦火の馬に主演。2011年から始まった、HBO のテレビドラマ、ゲームオブスローオンズにて、ジョンスノー役を務める。 俳優以外の仕事では、イギリスのファッションブランド、ジミー・チューの広告等に抜擢され、2014から15年秋冬、メンズキャンペーン及び2015春夏メンズキャンペーンの広告を2期連続で務め、ジミー・チュー初のメンズフレグランス、ジミー・チューマンのキャンペーンモデルにも起用された。2017年9月、ゲーム・オブ・スローンズで共演したローズレスリーとの婚約を発表した。 2018年6月23日、二人は結婚式を挙げた。2021年2月16日、夫婦は第一子の誕生を発表した。ありがとうございます。